ピンフラッグがまた緩やかに揺れ始めました。そうですね、まあ、極端にあの前ではないですけれども、はい、はい、やや右サイドから狙ってきます。なんかロフトを見ると6番ぐらいの感じしますけどね。あ、そうですか、うん、そうするとちょっと抑えめで打ってくるでしょうね。タワスには左に向かって出てます。そしてホールインワン見せます。有村さすがですね。今山崎さん抑え目には打ってるんですかね。打ってます打ってます、はい、フィニッシュの形がやはりアイアンショットで吉田さんと有村さんに共通しているのは、はい、本当にコントロールしてますよ。あ、はい、球筋はそれぞれ違いますけれども、有村さん上からしっかりとこう抑えてダウンブローでちょっとこうスピンの効いたライナー系の球で、はいはい、コントロールして、吉田さんはどちらかというとこうゆったりした感じでこうフェースに乗せてくるような形で、はい、うまく2人とも距離感を出してますよね。そして有村のバーディーパット下りですね、はい、下りのスライス相当早いと思っていいですか。ですね、はいはい、まあ、触るだけだと思います。もう単純に言うとこう下りのスライスっていうのはこう右サイドがスッと出やすくなるんですよ、はい、ですからそれだけをこう気をつけて、右サイドがっていうのはそう押し出してしまいがち、やっぱりこう覗き込むような形になりやすくなるんですよね。うまい。この真ん中から進みました、はい、有村智恵これで前半5つ目のバーディー。今頑張ったよって言ってましたけども分かりますね。やっぱりもうかなりそうですね、立った感じからするとカップ2つ半ぐらい外して、あの距離、ね、それだけカップを外すっていうのは、はい、やっぱり選手にとっては勇気いるんですよ、はい、